本日はついに完成、国吉モデルで2020初キャッチング。はい、監督。はいよー。はい、明けましておめでとうございます。改めて、はい、改めてね。そうですよ、はい、2日目ですけど2020年頑張っていこうとやっておりますよ、はい、今年もキャッチングやっていきますよ。お、初キャッチングですか。初キャッチングです。2020年初キャッチング。2020初キャッチング、やっていきますよ。19年お世話になりました、はい、セノンスポーツゼロさんです。あー、セノンさんね、はい、いやー、ありますよ。いっぱいやらせていただきましたよ。そうなんです。そして、はい、セノン守り神の守り神八千田さんに、はい、2020年も来ていただいております、はい、ありがとうございます。いやー、もう明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。八千田さん、お願いします。八千田さん、はい、ついに届きました。あ、昨年ですね、はい、ついに水のプロ、はい、国吉モデルが届きました。おお、こちらでございます。おお、来ました。こちらでございます。今日はですね、これちょっと国吉モデルをですね、はい、型職人の八千田さんにですね、はい、使っていただいて、はい、まだですね、僕ちょっとやっぱりこれあの、はい、見たり銀次郎さんモデルのこのミットがですね、はい、やっぱり浅くてですね、ポケットも浅いと、こう非常に小さいコンパクトなミットになってるんで、はい、まだまだ私使いこなせてない部分があるので、はい、ちょっと八千田さんと一緒にですね、一緒に、はい、あのアドバイスもいただきながら。いいですね。はい、じゃあ早速、じゃあ、はい、行きますか。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、2020キャッチング。さあ、初キャッチング。初キャッチング。水のプロ、国吉モデル。おお、いいね、いいね、いいね。風速いいじゃないですか。おお、気持ちよさそう。気持ちが良い。気持ちが良い。おお、いい。おお、いいですね。取ってる感じで、まずあの皮がめちゃくちゃしっかりしてるから、はい、全然まず痛くないと。ああ、多少ちょっとね、やっぱり浅い分ちょっとずれたりするんだけど、それでも指になんだろう、衝撃が少ない。おいいミット。あと、まあ、軟式だからっていうのはあるんだけど、ミット自体もちょっと軽いしコンパクトだから、はい、おー、いい。多分長時間受けてても疲れづらかったり、あとハンドリングが効きやすい。確かに。っていうのは、いや、いいですよ。やっぱりちょっとここで、はい、ポケットをね、はい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 、でここしっかりと意識しながらやると。でも、はい、まだやっぱり硬いしちょっと浅いからね、はい、若干ちょっと中で踊っているほうほう、シャルリーダンスしてるから、もう少しバシッと止めてあげる。青森市シンバルの足とは思えないぐらいしっかりしてるんで、はい、まあ、当てるだけ、なるべくこの辺に当てるだけで、はい、足こうしなくて当てて、当ててこう取るんじゃなくて、はい、当てて形作って、しっかりと芯に当てる。そうですね、はい、もっと簡単に早くできると。確かに、取りに行っちゃう、若干ぶれちゃうんですね。そうですね、なので、こうこのまま構えて、バーンって落としながら、はい、やると、はい、もっとよくなるんじゃないかな。いやー、ありがたいです。じゃあ、ここは、ヤッチ式第2弾ですね。ヤッチ式1弾目はね、実践しましたから、今度はあの本人に実践してるやつを、ぜひ、ね、お願いいたします。いただきます、はい、お願いします。お願いします。あー、安心感のある座り方が戻ってきましたね。わー、音が違う気がするぞ、なんだか。おー、当ててやるだけで、ね、違うな。なるべく握らない。すげえ、全部ちゃんと芯。おー、で、取りに行っちゃうと取りになる、はい、あー、なるほど、はい、いいですね、こう、本当に。おー、これで飯食っていきますよ。いきますよ。おー、全国、八千田さんに片付けをしてもらう旅。いやーいいですね。ミットを送ってもらって、はい、プロに行った時も、はい、こうやって最初は、はい、もうちょっと速いボールでしたけど、はい、片付けはやってました。最初はマシンを相手。そうですね、ずーっとナンパをね、でキャッチングレースがあるんで。ああ、ちゃんと、はい、水野の M ぐらいで、はい、なるほど、M ラインどこですかね、はいはい、あ、その M のあたりでね、叩くのは、はい、まあ、この辺だと思うんですけど、はいはいはい、実際どんなところでは取らないので、はい、まあ、この辺で、そうですね、M のところあたりで取ってあげると、はい、どうでしたか、国吉さんのミットは。そうですね、思ったより深いというか、はい、取りやすそう、はい、はいはいはい、でこれだけし
っかりしていて、はい、で片付けしっかりやればそんなことも簡単にできると思います。なるほどですね、はい、まずはじゃあしっかりと数を受けて、そうですね、作っていくと、もうちょっと気持ち深くしてあげれば、はい、なるほど、はい、勝手にちゃんと受けてれば深くなると思います。いやミット評論家ですね、完全に。やじゃあミット評論家からお墨付きを、国吉さんも当ていってみますか。当てましょう、矢島さん流の、はい、当ていってみましょうか。当てましょう、はいね。おお、なんかちょっと違う感じがして、なんかへばりついてる感じがして。おお、まだちょっと先の方。そうですよね。おお、ちゃんと入ればそんなに弾かない。なるほどですね。おお、綺麗。はい、おお、あー、いいですね。いい、気持ちが良いです。いい音です、はい、気持ちが良いですか。気持ちが良いです。おお、いい、いいですね。気持ちが良いんです。おお、今のは痛そうでした。ちょっと痛そうでした。おお、まあこれやることによってその、はい、タイミングとかも分かってくると思うんで、はいはいはい、ちゃんとタイミングあって入れば音もなるでしょうし。終わりました。ちょっと思わず。おー、いいですね。気持ちよさそう。気持ちいいですよ。どうですかミッドは、生きてきてる。ミッドが最初死んでたんですか。最初死んでた。まだ眠っていたけど、はいはい、あ、起きてきたんですね。家で顔を起こしまし、そんな貴族なんですか。貴族すぎませんか。貴族野球人。貴族野球人。はい、ということで、はい、はい、今日は国吉モデルの初ですよね、キャッチング、初キャッチングしながら、はい、やつらさんにね、片付けのコツも、そうなんですよ、教えていただきながらで、これで叩きながら、はい、いろいろと、はい、あんまり聞いたことないこととか知らなかったことをまた教えていただいて、はい、職人から2020年もいろいろと一緒にキャッチャートレーニングだったりとか、はい、キャッチングとか、またキャッチャートークなど、はい、確かにですね、はい、引き続き、そうですね、今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。